皆様こんばんは。本日は JP アクトウィンターライブ2022サイエンスにお越しくださいまして誠にありがとうございます。これから始まる素敵な時間を会場の皆様と一緒に過ごせることをとても光栄に思います。本日の司会進行を務めますボルテッカこと小根山拓人とお好みこと影山真帆です。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆様、先ほどのオープニングパフォーマンスはいかがだったでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。大迫力の歌声とダンスで会場を盛り上げてくれました。どうでしたかボルさん。本当にかっこよかったですよ ね。衣装も相まって力強い、まさに炎をイメージしたようなステージだったと思います。このライブのテーマサイエンスにぴったりのパフォーマンスだったと思います。本当ですね。ライブテーマサイエンスにはコロナ禍前のアカペラステージの熱さ、燃え上がるようなあの頃のアカペラをもう一度復活させたい、もう一度アカペラの炎を上げたいという思いが込められています。そしてこのテーマ、実は科学のサイエンスとも読めるんです。本日私たちのライブに足を運んでくださった皆様の中に、まるで化学反応が起きたかのような、そんな感動を味わっていただきたいという思いも込めました。どうか皆様の心の中に化学反応が起きますように。本日は燃え上がるような熱いアカペラステージをお楽しみくださいませ。ところで皆様、アカペラはご存知でしょうか。ここに足を運んでくださった皆様の中には、アカペラが好き、アカペラをやっているという方もいらっしゃれば、アカペラとはよくわからないなという方もいらっしゃるかもしれません。アカペラとは声だけで作られた音楽です。曲の顔となるリードコーラス、美しいハーモニーで曲を彩るコーラス隊、低音で全体を支えるベース、そしてリズムを刻む力強いボイスパーカッション、これらすべてのパートがお互いを支え合って一つの素晴らしい音楽を作っているのです。本日は皆様にそんなアカペラの魅力を存分に楽しんでいただけたらと思います。ここで会場にいる皆様全員によりライブをお楽しみいただくため、何点かお願いしたいことがございます。まず1点目、ホール内での飲食はご遠慮いただきますようお願いいたします。2点目、演奏中のお席の移動は他のお客様のご迷惑となる場合がございますので、できる限りお控えください。最後に3点目です。本日は写真および動画の撮影を禁止とさせていただきます。以上の3点をお守りくださいますようお願いいたします。本日はここにいる皆様全員で素敵な時間を過ごしましょう。ご協力よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは、そろそろ本日の出演バンドの紹介に移りたいと思います。本日は JP アクトが誇る8バンドが出演いたします。まず第1部に登場する3バンドをご紹介します。トップバッターを飾るのはベラーノです。彼らは情熱的で熱いサウンドを届けてくれます。本日は諸事情によりメンバーを一部変更して演奏させていただきます。精一杯お届けしますので、皆様も彼らの演奏でぜひ熱くなってくださいね。続いて登場するのは日曜日のポトフです。一組目とは打って変わって、心がじんわりと温かくなるようなバラードを届けてくれます。5人で紡ぐ美しいハーモニーにご注目ください。そして一部ラストに登場するのはミズハです。声で描く雄大な青い世界に皆様をお届けします。広大な原生林の中に広がる静かな湖、そんな桃源郷が心の中に浮かぶことでしょう。美しくそして力強いハーモニーに注目してお聴きください。それではいよいよ JP アクトウィンターライブサイエンス第1部開幕です。アカペラが作り出す素晴らしい世界、素晴らしいステージをどうぞお楽しみください。